暗いの苦手。はっ、邪魔しないで。戦闘開始。頑張っていこう。いくよ。負けない。一気にいくよ。ここは防御かな。効かない。どうしよう。
行くよ。この水、どこから流れてきてるのかな？どうしよう。ちょっと考えてみよう。こんな感じかな。ちょっと考えてみよう。ねえ、香織、放課後時間ある？陸上部には戻んないよ。何度も言ってんじゃん。そう言わないで、走らなくてもいい。走らないのに行ってどうすんの？理科は私にタイム測ったり、ドリンク作りだけさせる。そういう…はあ、もうパスパス。行っても、それに今他にやりたいことは…やりたいこと？ゲーム。またスマホ？香織、もういいじゃん。私のことなんだから、ほっといてよ。なんだか喧嘩してるみたい。リカチンは香織に陸上部に戻ってほしいんだね。リカチン？吉村リカちゃんと二人とも
同じ中学の陸上部出身なの。ねえ、香りは私よりも早いのに、どうしてやめちゃったの？早いって言ってもたかが知れてるじゃん。頑張ったってインターハイに出られるとも思えないし、私の中で陸上は終わってんの。でもインターハイが結果だけが全て。みんなでバトンをつないでいく感動とか、そういうのだって。それは理科。それは、あ、ほら、ミキ先輩も。それを会いたいでしょ、ミキ先輩。うん、私たちが陸上を始めたきっかけだもんね。だからよかったら顔。ごめん、やっぱパス。え、先輩が頑張ってるならそれでいいよ。また何かあったら話聞か。じゃあね。香り、二人とも先輩に憧れて陸上を始め、私も。ひなちゃん。あ、うん。香里ちゃんのこと、どうなんだろう。気になるなら、話。うん。吉村さん。え？あ、白井さん。あ、あ、そうなんだ。うん。じゃあ私も理科でいいよ。そう？何？その、どうしたのかなって。理科？誰にも言わないって、もちろん。絶対秘密だからね。実は、陸上部の部室で。隠し、それって、と、うん。まだ犯人は捕まってなくて、すごく不安で。それに、事件のせいでみんな練習に身が入らないの。そう。盗撮か。よし、ひなちゃん、ゆずたちで犯人を捕っ。え？だって放っておけないでしょ。助けてくれ。そうだよ、ライムたちに任せて。みんな。それじゃあリカ、その時のお詳。もちろん、カメラが見つかったの。うまくいけばフラグメントを手に。どういうこと？盗撮をするような人がまともな精神状況だとは思え。そういった感情が強く揺れ動くときは、え？じゃあ、それはもちろん、リカチンのこと、あくまで目的は、リカチンを助けることで、利用するみたいで、ちょっと罪悪感もあるんだけど。ユズは気にしすぎ。お互い得するなら、何も悪いこと。ユズがよく言ってる。ウィンウィン。そう、ウィンウィンってそういう。だけど犯人を探すって言っても、もう少し手がかりが欲しいね。聞き込みを。そう、こういう生徒の噂を知ってそうなのは。確信ないかな。
その件ならもう犯人捕まったよ。え？マジもマジ、大マジだって。犯人は2年の長戸美希って先輩、陸上部員で次期部長だって言われて。同じ陸上部の人だったんだ。人間、裏では何を考えてるか。努力家でインターハイも夢じゃないって言われてたのに、なんでだろうね。そうな、今回はハズレみたいだね。誰？もうライムは、犯人は無事。別にフラグメント、でもこれ記事にもしにくいんだよね。ああいう下世話な感じの煽りって考えるの好きじゃないし。あ、どうしたの？なんだろう、何か引っかかるような。とにかくリカチに。そうだね。私だってまだ信じられないって。でも二人とも、それにしてもどうしてあんなに怒ってるんだろう。あ、会いたいでしょ、ミキ先輩。うん、私たちが陸上を始めたきっかけだもんね。最近アコから聞いた犯人の名前、リカたちの憧れのひなちゃんっていうか、香りは悲しくないの？香り！悲しい日記。先輩のことすげえ尊敬してたし、それが裏切られたっていうか、話聞いたときマジで。だったらなんだっての？だからってどうもできないでしょ。そんな風に怒鳴って、先輩が犯人だったって事実が。それは。ひなちゃん、喧嘩を止めないとだよね。二人とも。誰？ひなこちゃん。先輩のことショックなのはわかる。でもだからって二人が喧嘩。何が違うっていうのさ。あんたは関係ないんだ。そうだよひなこちゃん。先輩に憧れて陸上部に入って。本当許せない。こっちも？まさか二人同時だなんて。ま、順番に入るしかない。それしかなさそうね。でも顧問はみんなで共有している。同じ感情が暴走しているのなら、二人のフラグ。わかった、二人とも。今回は悲しみのゾーンみたいだね。ここまで伝わってくる。胸が張り裂けそうな。早く見つけないと。行こう。うん。Thank you.
ライムたちは負けない。頑張っていこう。この力で！クマさん、どうする？頼むね。もう？フラグメントがいくつもある。それに魔物がたくさん。多分盗撮されてショックだった。他の陸上部員たち、それに魔物が引き寄せられてる。まず魔物を倒してみんなを助けないと。分かった。早く倒しちゃおう。わからないと、どうしてそんな感情も。だから今回はリカ。でも一体どれが。ひなちゃん？多分このフラグメントだと思う。どうして、どうしてミキ先輩はあんなこと。私たち、なんで先輩は私たちの。二人にとって先輩は陸上を。私もまだうまく踊れなかった頃、同じバレエ教。でも先輩たちの人となりを知って、バレエは上手いのにひどい人だなって思った。勝手に期待して、勝手に幻を作り上げて。でもやっぱり悲しい。なんか頭の中がごちゃごちゃっていうか。この指輪をつけてみて。何それ？気休めでもいいじゃん。ほらほら。まあいいけどさ。ひなこでいいかな。さっきはよ。え？あ私のことも香りでいいよ。あんま堅苦し。あ、うん。うん。
それよりさ、なぜあんたたちのこと巻き込んじゃって。勝手に私らが憧れてさ、勝手に幻滅したってだけの話なんだよね。別に先輩だってそう思われたかったわけじゃないだろうし、先輩も先輩も本当は結果なんて求めてなくて、ただそれがいつの間にか純粋に楽しめなくなったりして、うん、そうだね。まあ結果のない頑張りなんて。香織、もう一回頑張って。また一緒にバトンをつなぐ。それはでもやっぱり私、ごめん。フラグメントを手に入れても。それじゃ、私、リコ、大丈夫だよ。先輩も陸上も私たちをつなぐ。それでも私たち友達だから、いつかバトンを受け取ってくれる日が来る。そうに決まっ。そっか。着信ないかな。Thank you.
麗な花畑。次もよろしく。どうしよう。早く出たい。それ戦闘開始。どうしよう。この調子で行こう。いつも通り落ち着いて。よし、どんどん行こう。待ってて。負けない。you
力も。どうしよう。行くよ。頑張らないと。やっ、戦闘終了。どうもありがとう。